おはようございます、こんばんは、タンチョンです。今日も楽しくダーケータクトと言いたいところなんですが、今回はちょっとそういうわけにはいかないという形でございます。今回の動画はですね、ドラクエタクト大炎上してしまってる件について物申していきたいと思います。今までまあ、ドラクエタクト1年目2年目ぐらいは、まあ、こういうシステムとかね、組むの難しいのかなと、調整するの大変なのかなというところで多めに見てきて、モノモース動画は極力あまりしないようにしてきたんですが、もうさすがに3年目に入ってきて、3年目からはさすがに私もさすがに問題があったら運営さんに声上げていきますよと言ってました。一応ね、ドラクエタクト初日からプレイさせていただいておりまして、2年以上 YouTube で配信もしております。動画も300、400出して、ライブも毎週土曜日とか合計100本以上やってきたと思います。そうやってね、ドラクエタクトを楽しんでいる、盛り上げていきたいと思っている中で、さらにドラクエタクトをやっぱ皆さんに楽しんでいただきたい、私も一緒に楽しんでいきたいというところがありますので、これはさすがに今後のことも考えて運営さんには伝わってほしいなと思いまして、動画にすることにしました。ではですね、まず何が炎上しているのかというところなんですが、炎上内容に関しては、大の大冒険コラボイベントで新キャラガチャとして実装されているこちら、ドラゴンの騎士大と魔法使いポップ、この2キャラの特性の不具合という形になります。まずこちらね、魔法使いポップに関しては、特性のこちら、パーティーで一番クールな存在っていうのが3凸になったらつくんですけれども、自分以外の仲間が状態異常になった時、呪文威力を 1.5 倍にする。これめちゃくちゃ強いですよね。これがですね、普通に状態異常にされた時は効果は出るんですけども、追撃とか反撃で仲間が状態異常になっても発動しないと。なんならお助けキアリク、お助けキアラル、この辺でも解除してしまうと発動しないという形に今現在なっております。いや、状態異常なってるじゃんと、その時点でまず発動することが条件ですよねっていう話なので、そもそもおかしいんですよ。状態異常になった時に 1.5 倍にするんだから、なったんだから 1.5 倍になるよねっていうところなんですね。まずこれは勇者ソロとかのね、状態異常回復も反撃でもらっても状態異常は回復するよねっていう形なんですが、あれに関してはそのまま行くという形なのに、今回は魔法使いポップに関してはポップより素早さが速いとか遅いとか、その前提で状態異常にもうなってますよねっていうところなんですね。素早さが速いとか遅い関係ないやんっていうところなんですよ。状態異常になったら発動するんだから発動しとけばいい。それで言うと他のキャラとの矛盾が生まれたりします。多分このまま行くと今後もこういう矛盾が生まれてきます。クレーム出せば治りますよね、特性変えてくれますよねってなってしまうんですね。それはもう意味がわからないです。もうずっと言ってきたんですが、ドラクエタクトのお知らせの文言とか説明文が下手くそすぎる、わかりにくすぎる、言い回しが本当に下手、もう文面がただただ長いだけで何も伝わってこないし、こんだけね、たくさん文面並べてるにもかかわらず、頑張ってるのはわかりますよ。頑張って直そうとしてるのはわかりますが、お知らせ読んでも内容が全然入ってこないんですね。なので申し訳ないですが、今後もこのような不具合が起きることを予測するなら、担当者変えた方がいいと思います。特にね、今回の大の大冒険コラボキャラは、大ポップマーム、ハドラーにしても、特性の発動条件っていうのが、今までのキャラよりかなり多いので、ややこしい部分だし、そんなにぐちゃぐちゃにややこしくしても、把握しにくいです。しかも今回ポップに関しては、今までまあそういうもんだよねって思ったところに対して、記載漏れしてたので、やはり修正しますと。なんじゃそらって感じですよね。変えんのかいっていう。だったら今までのキャラでも変えてほしいやついっぱいおるでっていう話になるんです。これは完全に対応失敗したと思います。ポップに関しては、3凸まで引いて、4体ゲットするのに、まあスタンプがいいのと、1体好きなキャラもらえるっていうのもあるんですが、ガチャってね、なかなか出ないので、だいたい200連から300連ぐらいかかると。そうなると、6万円から10万円ぐらいかかります。大の大冒険でも、超人気キャラなので、まあ MP がちょっと足らないとか、分かってても、キャラ愛で好きだから引いて楽しみたい、遊びたいと思って、みんなガチャ回してるんだと思います。そこに対して今回の対応は、か
かなりまずいと思います。まずいっていうかね、やっちゃったなっていう感じ。その対応で今後本当に大丈夫ですかっていう、これ運営さんに伝わらへんかな。だいぶやばいことやってますよ。そしてもう一体ですね、ドラゴンの騎士ダイ、こちらね、基本特性で不屈の勇者がついてまして、行動開始時自分の HP が50倍以下の場合、威力が 1.5 倍になって一部の状態異常を解除するというのがありまして、威力はね 1.5 倍になるんですが、状態異常の解除がされない場合があります。なんでっていう、 50% 以下なら状態異常解除するんだから、13種全部ね、解除しない場合がある意味がわからないんですよ。特性と相まって 50% 以上には1回下がってしまえば 50% 以上にならない調整まで特性でわざわざやってくれてるのに、なんで状態異常解除できないのっていう、ここに関してはね、すぐ運営さんも認めて不具合修正しますと。でさらに私も動画でね検証して、一応動画で台の特性について触れてまして、ドラゴニックオーラ全開、これとしっかり守れとか森の守護神、これに関しては重なりませんよと動画で発信したんですが、これはもう修正されたらしいです。なのでこのタイミングで状態異常解除もアップデで修正されるのかなと思ったんですが、なんと3月8日のお知らせでポップと台の不具合に関しては4月27日に修正しますと。はぁ、とどういうことと。いや全然意味がわからない。まあ大体1週間とか2週間ぐらいならまあわからんでもないんですが、2ヶ月ですよ。約50日ぐらいあります。4月27日まで。大々のコラボイベント分かってます？ 4月3日までですよ。4月3日からまた別のイベント挟んで、さらに4月27日から大きめのイベントが開幕すると。2つイベント挟んだ頃に新キャラもたくさん出てきて、ダイとポップのこともう忘れられてるんじゃないかと。それぐらい流行り物なので、いくらね英雄勇者枠と言ってもこういうガチャって旬があるんですよ。旬を過ぎ去ったキャラに対して修正入れられたところで今のモチベはまず持たないよねと。あと丸々1ヶ月ぐらいある大々イベント、この修正が4月27日まで来ない、それをお知らせで修正しませんって言っちゃったんですね。逆に言った4月26までは修正しませんと。なんでそんなこと言うんですか？そこはバカじゃないかなと思います。多分喧嘩売ってるんかなっていう、こんなん炎上するに決まってるじゃないですか。わかった、炎上狙ってるんですね。炎上狙ってるんなら正解かもしれない。ただ炎上させたんだったらちゃんと対処しないといけないですよってなります。私も優勝30連とチケット30連とジェムで50連引いてます。台、まあ、1体しか出てないですが、かけらで一突させてます。そして動画も作ってます。実際に台使って開花の扉とか大規模戦とか EX とか闘技場とか遊んでます。4月27までこの不具合のまま遊べと言うんですか？ちょっとどうかしてると思いますよ。頭おかしいと思うし、本当に今後それで大丈夫ですかって心配になります。なので炎上をさせたんであれば、炎上を狙ってたんであれば、解決策が必ず必要になります。解決策としましては、直ちに対処をする、できるだけ早く、なんなら数日以内、1週間以内にもう一発お知らせ入れてください。ちゃんとした文言で。そしてダイとポップに関してはもう全員に配った方がいいと思います。さらにそっから変ジェムするかに関しては、私からは何とも言えませんが、まあ、10万20万使った人もいるでしょうから、多分普通の対応では誰も納得しないだろうなというところになってくると思います。まあ、重ね重ね言うんですが、あと約2ヶ月ギルド大会ももう始まります。で4月にもギルド大会あります。攻めや防衛で使おうと思ってた方もたくさんいます。ただ今のままじゃ使えないです。無理です。運要素の塊ですから。不安しかない。一発勝負に不安は連れていけないです。で、攻略動画頑張ってる攻略班の人も台使えないです。動画にしにくい。高難度にも連れて行きにくい。そして PVP、対人戦で一生懸命毎日頑張ってる方おられます。特性発動せず、負ける。ストレス溜まる。個人闘技場で筋トロ目指してたのに特性発動せずワンデスしてしまった。筋トロ取れない。やる気なくなります。この2ヶ月このまま行く気ですか？これはね、絶対にないと思います。これは運営さんも対処するしかない案件です。今後ね、ドラクエタクト3周年も来ますので、追加コンテンツとかもあって、どんどん面白くなっていくと私は願っております。
その上で動画を作ったりライブをしたり毎日ドラクエタクト遊んでます。初めてのモノモース動画でしたが、私言うときははっきり言うので、この動画ね、なんとか運営さんに届いてほしいなと思いますので、ツイッターでも発信しますし、動画のいいねや拡散などしていただけたら嬉しいです。よければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。運営さん、ここめっちゃ大事なとこやから、ほんまに頼むで。